負ければ首位転落の西武とついに獅子の尻尾をつかんだオリックスとの首位攻防第2戦。1対0とリードされた西武は4回ツーアウト1塁3塁でデストラーで、オリックス先発星野の低めの変化球に三振、チャンス生かせません。一方追加点の惜しいオリックスは7回ワンアウト2塁3塁のチャンスに7番の小川、レフトへ2点タイムリーヒット。その後中島が倒れてツーアウト2塁の場面でイチローに打順が回ってきます。レフトへタイムリーヒット、イチローの12試合連続ヒットで4対0と西武を突き放します。対西武9連敗中の星野、低めを丁寧に突くピッチングでレオ打線を翻弄します。今日は全く突いている隙を与えません。9回星野は1点を失いますが、守護神スライダーパーフェクトリリース、4対1で西武に連勝しました。オリックス今シーズン初の首位に立っています。4月はもう元々強いから、だから西武より強いと思います。今ピストル打線的に昨日も今日も昨日も一昨日もホームラン出てないんですけども、西武の方の打線がもっとやばいですね。重傷だと思います。かわいそうですね。見てて首位に立った今日からがペナントレース開幕と気を引き締めるオリックス大木監督、王鵬が楽と西武東尾監督、西武の渡辺久信は19日ぶりの登板、今シーズン6試合に投げてまだ勝ち星がありません。1回コースを狙いすぎてワンアウトから福良を歩かせてしまいます。3番は今月9日のゲームで2本のホームランを浴びている田口、見せられたようにストレートが真ん中に入ってしまいました。6号ツーランホームラン、これで田口には3打席連続アーチを浴びた渡辺、またかという暗い予感が走ります。しかし打線が渡辺を支えます。2回オリックス先発の高橋光一から5番のデストラーデがヒットで出塁、6番は鈴木ストレートを引っ張ります。そして今日のゲスト柿内、ワンアウト満塁のチャンスを作ります。8番今シーズン初の先発出場の上田博之、フルカウントから際どいボールをよく選んで押し出し、西武2対1と追い上げます。なおも満塁、いつもなら肩にかかって攻めるのが西武野球ですが、辻、ジャクソンと凡退、西武この回1点止まりです。いつもは打たれるとカッとなる渡辺ですが、今日は気を取り直します。2回以降ランナーを背負っても冷静なピッチングで高速を断ち切ります。渡辺を勝たせたい西武打線、4回先頭の鈴木は低めのカーブによく目がついていきました。柿内は打ち気に流行らず、ボールには手を出しませんでした。フォアボールで2塁1塁、上田はツーストライクと追い込まれながらきっちり役割をこなしてワンアウト3塁2塁、この後満塁となってジャクソン、2回の凡退の雪辱に燃えていました。初球高めの甘いカーブでした。今度はランナーを揃って迎え入れる値千金の5号満塁アーチ、西武5対2と一気に試合をひっくり返します。 I was just really concentrating、I wanted to get the job done, get at least one run in, hit a fly ball, and it just happened to keep going a little further than I expected。勝ち投手の権利をつかんだ後の6回、渡辺は白星から遠ざかっている焦りからかやや力んでしまいました。連続フォアボールを与えノーアウト2塁1塁でマウンドを橋本に譲ります。2回以降はなんとか自分なりにピッチングができたし、開幕してからねずっとまあ迷惑かけてましたし、本当はね最後まで行かなくちゃいけないところなんですよね。渡辺さんの白星は絶対に消せないと、橋本は左の DJ を三振に切って取りました。渡辺とは苦楽を分かち合ってきた3人目の香取、ベテランらしい落ち着いた火消しぶり、西武ピンチをしのぎます。しかし7回、香取は先頭の馬場にうまくライト前へ運ばれます。最も怖い一郎を迎えて東尾監督、すかさず4人目竹下をマウンドに送ります。ピッチャー返しの痛烈な当たりを竹下ナイスキャッチ、俊足の一郎を今シーズン2つ目のダブルプレーに切って取ります。西武必勝リレーの締めくくりは5人目塩崎、9回塩崎は2アウトから一郎を福野と連続ヒットを許します。2回にホームランを打って強力している田口、しかし動じませんでした。落ち着いて田口を打ち取ります。
西武は万全の投手リレーで渡辺に今シーズン初白星を送るとともに C の座を1日で奪い返しました。みんな本当完封勝ちが3試合、月間 MVP 最有力候補のオリックス長谷川ですが、2回サード馬場のこのプレーでリズムを乱します。続くライマーには初球を狙われてピンチを広げると、今売り出し中のルーキー本間にタイムリーヒットを打たれ、月間4試合完封の夢は早くも破れてしまいます。しかし首位返り咲きに意欲を見せるオリックスは3回、福田のライト線へのこの打球で一塁ランナー一郎が俊足を飛ばして一気にホームイン。さらに4回には馬場がエラーの汚名返上とばかり先発吉田からタイムリーを打ってオリックス逆転に成功します。その裏大江もライマー若井の連続ヒットでノーアウト一塁二塁とチャンスを広げます。しかし続く本間は送りバントを2回失敗した後見逃しの三振、さらにショートゴロで出塁した山口も誘い出されてタッチアウト。ちぐはぐな攻撃で長谷川を攻略できません。逆にオリックスは7回、この回トップの藤井がツーベースで出塁すると、さらにフォアボールとデッドボールでワンアウトフルベース。ここで一郎が一二塁間をきれいに破って2点追加、先発吉田は通算1000投球イニングを前にノックアウト。大江も9回ワンアウトフルベースと粘りを見せますが、ジョーカー嫌いに抑えられて無得点。11安打で1点の大江はまた5割逆戻りです。本当に今日はついてましたね。あの打球が正面に飛んだりね、そういうので勝ったようなもんで、はい、本当にチームの勢いがすごいあるんで、それに僕も乗せられてるような感じでね、あのいいピッチングできてると思います。また明日からの2連戦頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。